こんにちは、デリッシュキッチンです。豚肉のポン酢角煮を作ります。大根4分の1本は 1.5 センチ幅に切り、厚く皮を剥いて半分に切ります。ネギ2分の1本は青い部分と白い部分に分け、白い部分は長さを半分に切り、縦に切り込みを入れて芯を取り除き、千切りにします。5分ほど水にさらして水気を切りましょう。生姜ひとかけは薄切りにします。豚バラブロック 300g は6等分に切ります。サラダ油小さじ1をフライパンで熱し、豚肉を並べ全面焼き色がつくまで転がしながら中火で焼きます。炊飯器の内釜に酒 50cc、 砂糖大さじ1、ポン酢 100cc、 水 400cc を入れて混ぜ、豚肉と大根、ネギの青い部分と白い部分の軸、生姜を加えて混ぜ、通常炊飯しましょう。炊き上がったらひと混ぜして保温で1時間置きましょう。器に盛り、白髪ネギをのせたら完成です。ぜひお試しください。